にちは。これから東邦第二高等学校の中を少しだけ紹介します。こちらは東邦第二高等学校校舎です。こちらがホワイエです。天井までガラス張りになっていて、休み時間には生徒の会話の場となっています。本格的な音楽ホールで様々な演奏会で使用しています。定期演奏会、クラスコンサート、スプリングコンサートなどもこのグランツザールで演奏します。創立当時から文教キャンパスで使用されていた校舎で川越に移転しました。資料室もあり、打楽器の練習室として使用されています。そして川越市の都市景観重要建築物として指定されました。練習室にはグランドピアノがあり、朝のホームルーム前や放課後練習のために使用しています。図書館には書籍や楽譜、歴史に残る名演奏を収めた CD、DVD をはじめとする音源、映像資料が集められています。16号館4階にあるスカイレストランは明るく開放的な空間で、富士山や東京スカイツリーを眺めることができます。一番人気のメニューは唐揚げ丼で、ご飯の上に熱々の唐揚げ、卵、マヨネーズ、甘じょっぱいタレがかかり、最高の組み合わせとなっております。普通教科はもちろん、音楽の基礎を学ぶ授業がたくさんあります。語学は英語の他にドイツ語も学んでいます。合唱の授業は演奏会に向けて美しいハーモニーを作っていきます。レッスンはとても楽しく充実しています。演奏したり聴いたりする機会がたくさんあります。先生方は生徒一人一人のことを考えてくださいます。生徒はみんな仲がいいです。